はい。離散数理工学の授業を始めていきます。第6回になりまして、前回から離散代数の話をしています。今日は部分群と記号の話をします。で、部分群は前回、定義をしたんですけども、それについて、詳しくというか、いろいろと見ていくということになります。でですね、この3代数のところの最終的な目標は、対称性を考慮した数え上げというものをやるんですけれども、それに向けた準備を今日はやろうかなというふうに思っています。で、そういう意味ではですね、割と今日はですね、抽象的な話が多くなると思うんですけども、できるだけ、できる限り、わかりやすくなるようには、工夫をしていきたいと思います。はい。今日の目標ですね。群に関する次の概念を理解して、具体的な時間群に対して例示できるようにすると。で、それが、ここに書いてあるような、いろんな概念があります。左上魚類、移動、固定部分群、不動点集合ですね。で、今日ここの3つの定理を、もう1個ありますけども、それを、紹介していきます。で、演習問題、今してるんですけども、これ、ぜひ、定理をですね、理解して再現できるように、証明を再現できるようにやってほしいなというふうに思います。で、このバーンサイドのお題っていうか最後にやるんですけども、これが次回以降、対称性を考慮した数え上げで重要な役割を果たします。はい。という形でやっていこうと思います。では、まず、その左剰余類とラグランジュの定理という話をします。まず、ラグランジュの定理とは何なのかってことを紹介します。とですね、前回と同じように、置換群っていうのが、主役になります。で、その部分群 H というのがあるとします。で、このラグランジュの定理っていうのは何かというと、このですね、部分群の位数、要素数っていうのは必ず G の位数、G の要素数の約数である。つまり、H の要素数は必ず G の要素数を割れる。割り切ることができる。割り切ることができる。割り切れる。ということですね。ということを、考えます。でですね、じゃここで例を挙げてるんですけども、今ですね、じゃこの C6 という、巡回群ですね。位数6の巡回群。これのですね、約数じゃなくて、部分群を全部上げるってことを考えていきましょう。で、この時にですね、このラグランジュの定理というのは非常に、役立ちます。なぜかというと、まずそもそもですね、この C6、この位数っていうのは、ここに書いてある、6個の、だっけ、置換から構成されてまして、この C6、の要素数、位数は6になるということになります。で、今はですね、この部分群を全部上げようと思っているわけですから、その部分群というのは必ずこの6の約数じゃなくてはいけないということになるわけです。で、そうすると、6の約数っていうのを全部上げるとですね、これはですね、4つしかないんですね。6の約数は1か2か3か6です。ですか。だから、この時点で、この部分群ですね、この C6 の部分群として、あり得るのは、例えばですね、位数5の部分群はありえない。ちょっとわかります。位数4の部分群もありえないということわかります。ですかね。で、そうすると、今ですね、6の約数6なんですけども、じゃあ、位数6の部分群ありますかと言われると、これはですね、C6 そのものです。書きましょうかね。C6 の部分群で、位数6のもの。これは C6 そのものです。いいですかね。もともとこれ C6 に6個の要素しかありませんから、その、部分集合として位数6のものを持ってくるってことは、この C6 しかできないわけですね。で、これは、部分群でもあると、群でもある、置換群でもあるので、C6 の部分群で位数6のものは C6 だけあります。で、じゃあ次ですね。じゃあ、位数1のものありますかっていうことを考えると、位数1のものありますね。なんでかっていうと、部分群っていうのは必ず、高等置換を含んでいる必要があります。で、今これ E っていうのはこれ高等置換なわけですけども、だからこれだけからなるような部分群ですね。で、それが、まず、すみません。この高等置換だけからなる部分集合を考えると、これは部分群になってます。ってことで、位数1のものっていうのを挙げると、これはこの高等置換だけからなる集合部分群になるということになります。そうするとです、あとですね、じゃあ、位数が2のものと位数3のものがあるのか、しかもいくつあるのか、ってことを考えましょうと。で、例えばですね、ここに今ですね、こう3つ挙げました。これとこれとこれ。これはですね、位数3の部分群になります。これ C6 の位数3の部分群。部分群も、これも存在して、
で、この場合は、ここで書いてある E と A の2乗、A の4乗ですね。まあ、A の2乗っていうのは、こう2つずらすような、そういうイメージで A の2と書いてますね。で、A の4乗っていうのは、4つずらすものですね。はい。って形です。で、これ確かにこれ部分群であってなんでかというと、A の2乗の逆置換が A の4乗だからですね。で、A の4乗の逆置換が A の2乗になっていると。こういう形になっていますね。だから、高等置換も持ってるし、逆弦で閉じてるし、積でも閉じてる。まあ、積で閉じてることはまた別個確認する必要がありますけども、まあ、これで正しいということがわかります。で、位数3の部分群これあると。これだけしかないということになります。じゃあ、位数2の部分がありますかって言われると、これもありまして、これですね。この E と A の3乗だけ持ってきたもの。C6 の位数2の部分群。というのは、まあ、ここの記号で言うと E、A の3乗になるということですね。で、これは、確かにこれ A の3乗の逆弦がですね、A の3乗そのものになっていて、これは、正しいと。じゃあ確かにこの部分集合は部分群になっているということになります。いいでしょうか。でですね、今何をやったかというと、この C6 の部分群を全部開けるために、位数が4のものと5のものがない、それを排除するために、このラグランジュの定理というのを使ったということをしています。でですね、今この、位数の約数であったもの、1、2、3、6。位数の約数を考えて、その約数になるような、約数を位数として持つような部分群っていうのをこう挙げたんですけども、このですね、初めに考える置換群によっては、この置換群の位数の約数であっても、その約数を位数とする部分群があるとは限りません。で、限らないので、ちゃんとそのような位数の部分群がちゃんとあるかどうかってことは、ちゃんと検証する必要があります。で、もう一つちゃんと言わなきゃいけないのは、位数、例えばですね、2の部分群っていうのは、ここではこう一つに決まってましたけども、一般的にはですね、なんか置換群があって、その、位数の約数を一つ決めます。例えば2とかってこう決めます。で、そうしたらですね、その位数の部分群があるとしても、それがですね、複数ある可能性があります。異なるものが。ということもあるので、それも注意してください。ですかね。この場合は、C6 の位数が6で、6の約数が1、2、3、6と、4つあって、それぞれに対してですね、位数1の部分群が1つ、位数2の部分群が1つ、位数3の部分群が1つ、位数6の部分群が1つっていうふうになりましたけども、今言った通り、この約数に対応する部分群がない可能性はあります。C、あるとしても複数ある可能性もあるので注意をしてください。はい、だからそういう意味では、この C6 っていうこの部分群じゃなくて、巡回群のを例としてあげたのは、まあ、割とそういう意味では特殊な例であるので、それは注意をしてください。はい。で、今からですね、このラグランジュの定理、これ証明していきたい。ですけども、そのためにですね、この左乗予類というのを使います。これ、じゃそれをまず定義します。はい。でですね、そうですね、定義します。で、それはこれですね。何かというと、置換群と部分群はまたさっきと同じようにあります。で、一つ置換を、この G の置換を定義し、固定します。固定します。一つ決めます。さらにます。π とします。で、これでですね、π に関する H の左乗予類、これ左乗予類って言葉を今これ定義しようとしてるんですけども、左乗予類っていうのは次の集合です。これ本当はちょっとこれ太字にする必要がありますね。すいません。ちょっと。怠ってしまいました。だからこれ、ちゃんとこれ用語です。左乗予類ですね。で、それがですね、このような記号を使って書きまして、πh。これは何かというと、h の任意の弦、またはローっていうものを取ってきて、それを π の左からかけたもの、全部を持ってきた集合ですと。ですかね。それをこの πh と書きましょうと。こういうふうに言います。これを h の左乗予類というふうに言います。π に関する h の左乗予類というふうに言います。いいでしょうか。だから、まあ、この記号は直感的だと思ってください。そのなんか、π と右からその H の要素をかける。ってことを H の全ての要素に対してやると。いうことでできる集合です。ね。で、これ先ほどの、巡回群の例を持ってきてまして、じゃ今 H として位数2のこの E と A3、E と A3 からなる部分群を持ってきましょうと。で、この時に、じゃ π としていろんなものをですね、持ってきて、実際にこれ作りましょうと。ということをします。で、そうすると、例えばこの π として e というこれ高等置換を持ってくると、これ定義通りにやると、eh っていうのは、今 h がですね、e と a3 ですから、これは e かける e っていうのと e かける a3 乗、
こうなります。いいですかね。で、口頭置換っていうのは何もしないと。置換ですから、これは E と A3 乗になると。そうですね。という形でこれが得られるということになります。よろしいでしょうか。これは EH です。じゃあちょっと別のものを見ましょう。じゃあ今ですね、じゃあこの AH って見ましょうね。AH。じゃあこれもその定義通りに作ろうとすると、AH っていうのは H が E と A の3乗ですから、A かける E っていうのと、すいません、さっきちょっと間違えましたかね。ちょっと待ってくださいね。消しちゃったので、じゃあまずちょっとこっちからやりますよ、ね。E のかける A と A かける A の3乗ですね。こうですね。合ってるかな？なんかさ、多分合ってると思う。で、これは何なのかっていうと、A と A の4乗という形になると。で、これが得られるということになります。で、同じように、この π として、π としてですね、A の2乗や A の3乗を取ってきたとしても、まあ、いろんなものが得られると。違うものが得られる。こんな感じです。よろしいでしょうか。で、このようにして、この左乗より定義されます。はい。で、いろいろ注意があって、まず初めの注意がここに書いてあるということで、ですね。この左剰余類のことを本とか論文によっては右剰余類と呼ぶこともあります。で、このように、だから、まあ、何が左なのか何が右なのかということはですね、割とこの相対的なもので、ちょっと困ったりするんですけども、まあ、この授業ではこれ左剰余類と呼んでいきます。はい。でですね、一方で、これを左剰余類とするときに別のものを右剰余類というふうに定義することもあります。ので、この用語はですね、なかなかややこしいんですけども、ちょっと注意をして使うようにしてください。で、もう一つ何かっていうと、この左剰余類っていうのは、これは G の部分集合なんですね。これ G の部分集合です。G の部分集合になるんですけども、けども、この πh ですね、この左剰余類っていうのが、G の、部分群になるとは限りません。これは中2ですね。中2。πh が G の部分群になるとは限らない。部分群であるとは限らない。πh。これはその G の部分集合なんですけども、これが部分群であるためには少なくとも、口頭置換を持っている必要があります。だけど、例えばこの AH ですね。この中には、これ口頭置換ありませんから、特にこの AH っていうのは、部分群ではありません。ありえません。部分群にはなりえません。でですね、まあ実際この A2 乗 H っていうのは、これも部分群にはなりえません。ただですね、A3 乗 H、これはですね、実は部分群になっています。で、実際ですね、これよく見てみると、この A3 乗 H っていうのは、これは、この EH ですね。これと同じですね。あ、で、まあ、EH、これは H と同じなんですけども、だからで、H は部分群でしたから、同じなわけです。だから何を言いたいかっていうと、この π を、π としてですね、違うものを取ってきても、この πH というものが、同じになることがあり得ます。いいですか？だから、これは注意をしてください。これも注意ですね。本当だから中3があって、この違う π に対して同じ πh が得られることがあり得るということになります。いいでしょうか。で、これは左上よりの定理ですね。で、こんな感じだっていうふうに思ってほしいんですけども。で、今ですね、次の、概念があるんですけども、これ、定義ですね。これはですね、この左上より集合というふうに呼ぶかどうかわかんないんですけども、まあ、気分としてはこの g÷h。g÷h っていうのをこう定義すると。で、h はこれ部分群じゃなくてきます。g の部分群にある必要があります。で、そういうものに対してこの g÷h というものが定義できて、それはですね、この πh、先ほどの左剰余類をすべて集めてきた集合です。ですね。π としてこの g の元、g の要素を持ってきて、そこから作られるその π に関する h の剰余類、左剰余類をすべて持ってきて集合を作ります。いいですかね。で、これ先ほどの例、c6。と h を e3 乗とした時の例ですけども、この c6 を h で割ったもの、c6÷h。これは、このような集合の集合になります。先ほど言ってたんですけども、この e の a3 乗、これが eh に対応していて、次のものがこれが ah に対応していて、次のものが a の2乗 h に対応しています。ですね。で、a の3、この π としてですね、a の3乗、a の4乗、a の5乗も選べるんですけども、それらはですね、a の3乗は実は、この eh と同じになります。ですね。で、a の4乗、
H はこの AH と同じになると。A の5乗 H はこの A2 乗 H と同じになる。こんな形になっています。ということで、この、C6 割る H という、この、集合ですね。集合の集合は、この H の取り方は6通りあるんだけども、この C6 割る H という集合の要素数は6、3になると。ですね。C6 を H で割ったものの要素数これは3になると。ですね。で、それが、まあ、上では色で書いてあると。この青いものが、この EA3 乗。で、赤いもの、これですね。これが AA4 乗ですね。で、A2 乗、A5 乗っていうのが、この A2 乗、これ3つ目のもの。というふうに、なってるということですね。いいですか？よろしいでしょうか。で、これはですね、その、なんか、その分数のような書き方をしてるんですけども、これをですね、この縦に並べて、こういう分数のようには書かないことになってます。ので、これは注意をしてください。まあ、これはですね、まあ、実を言うと、ここに書くこともあるんですけども、これはですね、非常に紛らわしいので、この、文における記法においては、これは使わないというふうに思ってください。はい。で、この左乗魚類とかですね、先ほどの左、あ、そう、この、この、左乗魚類っていうのはですね、YH とか、この左乗魚類集合っていうのを使って、いろんなことを考えていくということになります。でですね、ここでちょっと注目したいのは、この C6 を H で割ったもの。これっていうのはどういうふうになってるかっていうと、今ですね、ここにその C6 割る H にはこう3つ要素がありますよっていうふうに言ったんですけども、これはですね、もともと C6 の要素、2、3、4、5、6個あるんですけども、その6個の要素がですね、この中にですね、ちょうど1回ずつ出てくるという形になってます。E、A、A2 乗、A3 乗、A4 乗、A5 乗と、そういうことですね。うん。で、なおかつ、どの要素も、だから今言ったのどの要素も必ず1回出てくるということですね。うん。で、なおかつ、この1個1個のですね、その C6 割る H の要素数がどれも等しいです。ですか？だからちょっと今言ったことを書きますけども、C6 の各要素は C6 割る H の、ある要素に必ず含まれている。に必ず現れる。現れる回数は1回です。必ず1回現れているというのを言います。で、もう1個言ったのは、C6 のあ、C6 の、C6 割る H のですね。C6 割る H のどの要素の要素数も等しい。つまりですね、すべての左乗魚類の要素数等しいとかですね。だからなんだろう、EH の予想数がこれ3なんですけども、これは AH の予想数、あ、3じゃない、2です。2なんですけども、これは AH の予想数や A2 乗 H の予想数と等しいということです。で、これはですね、実は、この例に、特有のことではなくて、一般的に言えます。で、まずこの初めの方ですね。つまりですね、この、G 割る H というのは、この G の分割になっているということです。で、それを確認していきます。で、それで今、言い方でこれですね。このパイプライムっていう二つ、まあ、置換があるとします。これは、置換があるとします。で、まあ、気分は違う置換だと思ってください。ですね。で、この時に、このパイ H とパイプライム H の共通部分が空集合でないと、つまり、共通要素を持つとき。共通要素を持つんだったら、このパイ H とパイプライム H は等しくなります。いいですか？これを今から、性質1として証明していきます。で、これによって何が言えるかっていうと、この G 割る H っていうのがこの G の分割になることがわかります。なんでかっていうと、今、この G 割る H の要素として、こう、pi H っていうのがあるんですけども、だから今これ、G ってこう、この、置換の集合があるわけですね。で、ここで言ってるのは何かっていうと、pi H というものと pi プライム H っていうのが共通部分、空集合じゃないような形で持っているとき。こういうふうに、なることはありませんよと。この共通部分が空集合じゃないんだったら、これはあり得なくて、このときには必ず、この πH と πH っていうのは一致しますよと。こういうふうに言ってるわけです。ですね。そうしたら、例えばなんかこの、で、
この πH の中に、この π っていうのは必ず含まれています。なんでかっていうと、E が H の要素だからです。H は部分群だったので、必ず高等値観を含んでいます。よって、πE っていうのが必ず πH に含まれています。で、πE これ π ですから、この πH が必ず π を含んでるわけですね、要素として。ですかね。で、π を持ってきて、このなんか、作るわけですね。作ると、これに、こう、これと交わっているような左上より、っていうのは必ずこの πH と、一致するわけです。ですかね。で、この πH っていうのはこの G の部分集合なんですけども、じゃあこの πH の中に含まれていない別の、値観をなんか持ってきましょう。例えばなんか、ローっていうのを持ってきましょう。そうすると、ロー H ってのはこうできるわけですけども、このロー H っていうのは、この πH とは交わらないような、常用類になってないといけないわけです。先ほど言った通り、これ交わってたりすると、これが一致しなくちゃいけないからですね。って形で、違うものをこうやって取ってくると、それを含むような、で、他のものと交わらないような、この左常用類がどん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 出てきてきます。ってことを繰り返していくと、この G という、もともとあったすべてのこの値観の、集合ですね、値観群ですね、G というのが、この取り方によってどん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 こう分けられていって、最終的にですね、ちょっとここに消しますと、最終的にどんな感じになるかっていうと、この今なんか作ったもので、こういうふうに、綺麗にこう、分けられると。ちょっと、でも読みようかな。こんな形でなんか分けられると。πH の部分、ロー H の部分、シグマ H の部分、タウ G の部分、こんな感じで分けられるという形になります。ですね。で、こんな感じで分割ができるということが、この性質値から分かると。だから、つまりってことが得られるということですね。いいでしょうか。先ほどの例でもそうなっているということになります。はい。で、今からですね、これじゃ証明していきましょうということになります。証明していきます。で、これが仮定ですね。π みたいに取ってきて、交わっていると仮定します。で、その時に πH と πH が等しいってことを言いましょう。はい。で、だから今これ仮定ですね。仮定です。で、今これ仮定のようなこれ図を作ってます。これは πH で πH。で、先ほど言った通り、πH の中には必ず π が含まれてまして、πH の中には必ず π が含まれてます。で、まあちょっとこれ H、まあこれ気分で書いてますけども、がちょっと、まあこれも G の部分集合なので、まあ今書いてあるとして、これちょっと気分で書いてます。で、この中に必ず、H の中には必ず、高等値観が含まれると。こんな感じになってますね。で、今ですね、この2つ、πH と πH の共通部分、空集合じゃありませんから、そこのその交わってる部分に必ず1つ値観があります。で、それを何でもいいから取ってきます。シグマを取ってきます。で、それをシグマとしますとですね。シグマとします。取ってきます。で、そうすると、何が言えるかっていうと、シグマっていうのは、これ πH の要素ですから、で、πH コアですね。πH は5だと。だから、このシグマっていうのは、この π ローっていう形で表現できるわけです。表せるわけです。何かっていうと、ある H の要素、ローが存在して、シグマイコール π ローと書きます。いいですか？で、これは π プライム H の方から見ても同じなわけです。で、π プライム H っていうのをちょっと同じように書くと、これは π プライムロー、ロー H。こんな形になっている。ですかね。だから、こうすると、今、ローっていうのは、シグマっていうのは、この π プライム H に含まれてますから、ある、この H の、値観が存在して、π プライムなんとかと書けるわけです。で、この使っているこのローっていうのは、先ほど使ったこのローと同じである、保証がないので、それは別の文字を使ってロープライムとして表しています。つまり、あるロープライムが H の中に存在していて、π ローをシグマと書けますし、π プライムローと、π プライムロープライムとシグマが書けるという形になるということですね。で、これはちょっと図で表すとどんな感じかっていうと、まあ、こういうイメージ持ってください。今ですね、E にローをかけると、すいません、これ逆になってる。これ後で直します。すいません。E にローをかけるとローになって、E にロープライムかけるとロープライムになるっていうふうに思ってください。この図は。そういうふうな読み方をしてください。で、これは合ってるんだ。すいません。ここは合ってます。すいません。ここは合ってて、上が間違ってるんだ。すいません。ここは間違ってる。すいません。E にロープライムが来るとローになっ、ロープライムになって、E にローが来るとローになる。こうなると思ってください。で、このローを使って、π にローをかけるとシグマになる。π プライムにロープライムがかけるとシグマになる。という風になってると思ってください。いいですかね。で、このローとロープライムっていうのは、これ H に存在してるんだ。ということになってると。ということですね。まあ、それを表す図だと思ってください。ですか。だから π に右からローをかけるとシグマになると。π プライムに右からロープライムをかけるとシグマになると。こういうふうに見てください、この図は。
で、そうすると、π イコールって形にすると、これ π は π プライムから2、π プライムにロープライムをかけて、シグマに行って、シグマからローの略値間をかけることによって π に行けるということがわかります。だから π というのは、今言った通り、π プライムに右からまずロープライムをかけて、その次にローのインバースをかけることによって得られると。で、これはこの式からも言えます。式から言おうと思うと、今これ π ローイコール、π プライム、ロープライムなので、この両辺に右から、ローインバースをかけます。π プライムですね。π プライム、ロープライム、ローインバースですね。そうすると、このローインバース、これ高等値間ですから、よって、π イコール、π プライム、ロープライム、ローインバースが分かるということですね。ということで、これが分かるということになります。で、同じように、π プライムの方も、この π から辿っていけるということがわかります。π の右からまずローをかけて、その後でロープライムのインバースをかけると。形で π プライムを得られます。ここまでいいでしょうか。そうするとですね、何がわかるかっていうと、今ですね、ロープライムとローっていうのは、ロープライムとロー、これ H の要素だったわけです。で、H っていうのは、G の部分群でした。G の部分群は、逆値間に関しても閉じてるし、積に関しても閉じてるので、つまりですね、ここに書いてるロープライムローインバースとかですね、ここのロープライムインバース、これらも H の要素になります。いいですか？ってことは何かわかるかっていうと、π っていうのは π プライムに何か h の要素を右からかけたものであるということがわかるわけです。つまりですね、この部分から何がわかるかっていうと、よって π っていうのは実は π プライム h の要素です。いいですか？ π プライムっていうのは π プライムに何か h の要素をかけたものとかけてるわけだから、π は π プライム h の要素です。で、同じように、この右の方ですね、π プライムは π に h の要素をかけたものだから、ここから、よって、π プライムは πh の素であるということがわかります。ってことはですね、この図のように、この π は、この π プライム h の外側にあるんじゃなくて、実はこの中にあるということがわかるわけです。だから本来かける比率っていうのは、ないな。本来書くべき図っていうのは、こんな形で、実際は、π プライム h を書くべきで、πh、こんな形で書くべきだったということになります。で、まあ実際そうなっているというのが、まあ、わかります。ただ、まあこれちょっと今、ちょっと使わないですね。はい。まあここまでわかったとします。はい。いいでしょうか。それでですね、今から何するかっていうと、πh が π プライム h に含まれていて、π プライム h が πh に含まれているということを言います。いいですか。で、これは、両方とも言えれば、ここから、πh と π プライム h が等しいということが言えるので、この二つのことが言えれば、我々が証明したかったことですね。を結論付けるためには十分だということになります。じゃあ、そのためにですね、まずですね、まずというか、左側と右側のこと。左側の証明と右側の証明はほぼ同じなので、同じようにできるので、左側だけ証明します。で、これ、証明しようと思うんだったら何をすればいいかっていうと、πh から任意に要素を持ってきたら、その要素が π プライム h の要素でもあるということが言えればよいというのが、この部分集合であることの定義でしたね。まあ、なので、それをやりましょうと。まず、この πh から任意に要素を持ってきます。で、πh の要素っていうのは、この π かける h のなんか要素をかけるわけですね。だから、そのように一つ持ってきます。だから、h の要素をタウとして、πτ を持ってきましょうというふうにします。これですね。だから πτ、今持ってきました。だから πτ っていうのは、π に τ をかけて得られるものと。で、τ は h の要素というふうにします。はい。ちょっとここも間違ってると。すいません。ここがローで、ここロープライン。すいません。スライドは直しておきます。で、何かというと、じゃこのような τ が、で、今言いたいのは、この πτ が π プライム h の要素でもあるということを言いたいと。で、実際にそうだということを言います。なんでかというと、π タウンなんですけども、今、π というのは先ほど、これは π プライム、ロープライム、ローインバースと同じだったと言いましたね。π というのは π プライムからロープライム、ローインバースをかけて得られるというふうに言っていました。で、これ、掛け算の順番を入れ替えると、これ、π プライム、ロープライム、ローインバースタウンになるということになります。で、先ほどと同じ議論をすると、ここの部分ですね。ここの部分が h の要素だったことがわかります。ですね。ってことは、この π プライムなんとかっていうのは π プライム h の要素ですと。つまり、π タウは π プライム h の要素ですと。いうことが分かって、これで言いたかったことは言えたと。π h は π プライム h の部分集合ですと。
いうことになって、これが言えたと。いいですか？で、同じように、パイプライム H がパイ H の余剰であることが言えます。ということで、結論。正しいということが言えて、証明が終わるということになります。よろしいでしょうか？これが左乗用集合に関する、性質1になります。いいですか？ではですね、2番目の性質の方を見てみましょう。で、これは何だったかっていうと、2つ置換を持ってくる、パイとパイプライムっていうのを G から持ってきたら、このパイ H とパイプライム H の予想数等しいですよ、ということですね。で、特に、パイ H とパイのよ、パイ H と H の予想数は等しいです、ということになります。なんでかというと、この置換として、高等置換を持ってくると、EH というのは H だからです。いいですね。で、これ先ほどの例ですね。これ先ほどの例で言うと、ここ先ほどの例で言うと、任意の Py in H に対して、Yh の予想数は2でどれも等しいと。ことですね。で、これ今から証明していきます。でですね、これはですね、2つの集合の要素数が等しいってことを言ってるので、これはですね、つまり、この πH と ππ'H の間に全端者があることを言えば十分です。で、そういうのを作りましょうと。いいですかね。で、これは割と素直にできます。で、どうすればいいかっていうと、これ先ほどと同じような図なんですけども、ですね、何かっていうと、だから、まず今からこの写像を作ります。で、この写像がですね、全端者であることを言うんですけども、どういう写像かっていうと、まずこの πH の要素はこの π ローって形で書きます。もう一度この πH の定義を復習すると、これは π ローで、ローが G に入っていると。G じゃない、H ですね。H に入っていると。こういう形で定義されたということですね。はい。だから、まあ、π ローって形をしているわけですけども、それをですね、π プライムローに移します。π プライムロー同じように定義すると、これは π プライムローの集合で、ローが H です。ここですね。だから、この集合ですね、π プライム H を見てみると、この π プライムローっていうのは確かに、この π プライム H の要素であるということがわかります。ですね。だから、このように定義すれば、ちゃんと πH から π プライム H への写像が定義されているということがわかります。ですね。で、下はイメージ図で、まあ、これ πH と π プライム H、今これ違うものだというふうに書いてます。まあ、違うものと書いてますけども、交わったねというものと書いてますけども、π ローに対して、この φ で π プライムローに移されるというふうに思ってくださいということですね。π にローをかけたら π ローになってるんだけども、π プライムにローをかけたら π プライムローになってる。こんな感じですね。で、この π プライムローっていうのは、π ローから φ で得られるということになってるという形になってるということです。まあ、そういうイメージ図です。イメージ図です。で、何が重要かというと、今ですね、この φ がですね、全端者であることを証明したいんですね。で、それを証明するには、この φ に逆写像が存在するということを言えばいいです。ですね。写像が全端者であるための必要十分条件と、これ前回やったんですけども、それはそれが逆写像を持つことです。なので、今ですね、このプサイっていうのを、これ今から定義します。で、プサイっていうのは何かっていうと、π プライム H から πH への写像です。で、それをですね、ここに書いてあるように定義します。それは何かっていうと、π プライムローを π ローに移すというように作ります。で、そうするとですね、このプサイっていうのは、これプサイですね。これプサイです。一応、リサ文字の読み方書いてます。これプサイ。こっちファイです。で、このプサイっていうのは実際、このファイの逆写像になります。で、それを今から確認します。で、確認するのはどうすればいいかっていうと、ファイとプサイの合成が、高等写像になっている。高等写像ですね。高等写像になっているってことを言えばいい。で、合成の仕方は2通りあるから、2通りともやると。2通りともやるってことをします。で、それをやりますね。このファイとプサイの合成をやります。で、もう一度言うと、ファイっていうのは、πH から、π プライム h への写像で、ψ っていうのは π プライム h から πh への写像です。だから、この π 丸 ψ。π 丸 ψ ってのは何かって、これは πh から、π プライム h から π プライム h への写像になっているということですね。だから、この π プライム h の、要素、π プライムローってを持ってきます。ですね。で、それが π プライムローにちゃんと、映るんだと。同じものに映るんだということを確認します。そうすると、今この合成、写像は、これですね、φ、ψ、π プライムローという形で書きます。ですね。で、この π プライムローを ψ で映したとき、これが π ローでした。で、先ほどの前のページのその ψ の定義でした。ですね。で、そうすると、φ、
灰色。これ何だったかっていうと、先ほど前のページの、パイの定義からこれが、パイプライムローになるということになって、確かに、このパイプライムローをこの合成写像で写した先が同じものになると、パイプライムローになるというふうに言えます。で、同じように、パイローの方も、あれだ、このサイン丸、パイの方も、これが、高等写像だということがわかるということになります。ということで、実際に、プサイはファイの逆写像であることから、ので、ファイは前端差であるということがわかると。そうすると、この前端差で移り合う、二つの集合の間の素数等しいので、ファイ H とプサイ、あ、プサイ、ファイ H とパイプライム H の素数等しくなるということになります。よろしいでしょうか。これはその、初回にやった前端差による証明と、だと思ってもらっても構わないです。前端差を作って、ということによって、二つのものが同じ要素数を持つってことが、わかるということになっているということですね。よろしいでしょうか。はい。で、この二つの、今ですね、左上より に関する、性質を述べてきました。左上より全体で、チカン群 G というのが分割されるってことと、各左上よりの素数等しいということですね。じゃこれを使ってですね、ラグランジュの定義を証明していきましょう。ラグランジュの定義、もう一回何だったかというと、部分群 H があったら、H の指数は、G 元の置換群の一数の約数である。ですね。でまずですね、何を言うかっていうと、まあ、性質1、初めの性質から G は H の左上で分解できるということが分かっています。だから何かというと、ある π1、π2、πk という、G の置換が存在して、G っていうのはこんな形で分解できると。まあ、G っていうのがこうあったときには、π1h、π2h、点々点、πkh 形でこういう形で全部分解できると。地位のすべての要素はこの中のどっかに入っていると。ちょうど1個しか入ってない。これは全部こうバラバラ。共通部分が、空集合になっているということですね。で、今こういう状況に G はなっているんですけども、実は G の中のこの一つ一つの左上要因っていうのは同じ要素数を持っているというふうにさっき言ったわけです。でこれは性質でした。なんだったかというと、これではすべて要素数が等しいということですね。ということなので、これ今、G の要素数、位数を考えると、もともとこれ分割されてましたから、こんな感じで分割されてましたから、この一つ一つの要素数の和になると。これはここですね。ですか？で、この一つ一つの要素数は全部同じですよって言ってるので、まあ一番初めのものだけ残して、その k 倍ですよと。k っていうのはこの分割されている個数ですね。ですか？で、まあ π1h の要素数。これはまあ h の要素数と等しいです。これさっき言いました。ですね、この π1 として、π1 というか、その、左上よりを作るこの π として、あれですね。高等置換を持ってきたものが h なので、これは h の要素数と等しいです。ということになります。ってことは、この g の要素数は k×h の要素数。で、k はもちろん整数なので、h の要素数は g の約数であるということがわかると。まあ、特に、g の要素数を h の要素数で割ったものっていうのは k になると。いうことですね。よろしいでしょうか。で、これ証明ができたと。で、そうすると、今ですね、これ何が分かったかっていうと、今ですね、その前のページ戻りますね。今こういうふうに分解ができてるっていうふうに言ったわけです。で、こういうふうに分解ができてるって、これは別に言い方すると、g 割る h っていうのを作ったときに、それがですね、π1h、π2h、点点点、πkh と、こういうふうに書けるってことだと、これ、同じ意味なわけです。ですか？で、そうすると、このときに、g 割る h の要素数っていうのは、これは k なんですね。いいですか？これ k 個あるから、これ集合が。要素が k 個あるからです。ってことは、ちょっと次のページ行きますけども、この k っていうのは、実は、これは、今の書き方をすると、これ g 割る h の要素数なわけです。ですか？だから、これ、見た目上、ちょっと不思議なことが起こってるんですけども、何かっていうと、g 割る h の要素数っていうのは、g の要素数割る h の要素数です。いいですか？ってことが、この証明からわかります。で、これも重要です。で、これが今からここに書かれるものです。これですね。g 割る h という、その左上より集合の要素数っていうのは、g の要素数を h の要素数で割ったものということになります。まあ、という意味も含めて、この中割り算の記号を使ってるんだっていうようなイメージを持ってください。よろしいでしょうか。はい。ではですね、ここで、ラグランジュの定義の話は終わりになります。で、次の話、軌道の話になります。はい。
で、軌道って何かっていうと、そこら辺がややこしなんですけども、有限集合 X があります。で、置換群がありまして、まあ、これはですね、この X 上の置換をなんかうまく集めてきて、置換群を作ってきてると思ってください。で、この時に、要素、スモール X の G による軌道っていうのを定義します。ですね。で、これはですね、次の集合です。で、このまあ、オーブ GX を書いて、この X の G による軌道っていうのを表すとしてください。まあ、オーブっていうのは何でかっていうと、これ軌道のことをですね、英語でオービットというのからです。だからまあ、そのオーブを取ってきてると思ってください。はい。で、これ何かというと、G の要素であるような置換 π によって X が移された先を全部集めてきた集合です。ですかね。で、こう、こうします。で、ここに例があります。例があります。今ですね、二つ、この G には、置換がありまして、一つ、これ左側のものは、これは、高等置換です。1、2、3、4がそのまま1、2、3、4に移ると。まあ、これがこの左側の置換ですね。で、右側の置換何かっていうと、1、2、3、4っていうものが、3、4、1、2と、これに移ると。こういう置換ですね。だから、この二つ目の置換は何、どういう、性質を持ってるかっていうと、自分自身が、この置換の逆置換になっているというような形になっていて、確かにこの G というのは、ですね、置換群になっているということになります。じゃあ、この時に、このオーブ G1 が1の移り先として現れるものは何でしょうということを考えます。そうすると、初めの置換で1は1に移って、次の置換で1は3に移りますから、1が移る先として現れるのは1と3です。ですね。だから、オーブ、1の軌道っていうのは1、3になると。こんな感じになります。いいですか？じゃあ、2の軌道は何かっていうと、2が移る先っていうのは2であるか4であるかどちらかですね。だから、2の軌道は2、4になると。こんな感じです。いいですか？ 3 の移り先は3、1なので、3の軌道は1、3と。ですね。4の移り先は4、2だから、4の軌道は2、4と。こんな形になります。いいですか？いいですか？で、じゃあ、同じように、下の例ですね。これ下はですね、これ別の置換を持ってきてますけども、これ同じようにやると、1の移り先。これはですね、どちらでも、どっちかでもこれ変わりません。ので、1だけという形になります。同じように、2の移り先はどちらでも2なので、2の軌道は2だけという形になります。3の軌道は3の移り先3、4を見て、3、4となると。いいですかね。で、4の移り先は4、3。だから、集合としては3、4という形になるということになります。よろしいでしょうか。これですね、先ほどのその左上よりの時とのとちょっと似てるんですけども、何が似てるかっていうと、似てるのは次に言いますね。まずですね、異なる要素の軌道っていうのが集合として同じになることはあり得ます。いいですか？いいですか？で、例えば1の軌道を見たときに、その中に必ず1は含まれます。なぜかというと、G の中には必ず高等置換があるからです。だから、この π として高等置換を持ってくると、この πx のこういうのが必ず x になるわけです。だから、1の軌道に必ず1含まれますし、2の軌道に必ず2は含まれますし、3の軌道に必ず3は含まれますし、4の軌道に必ず4含まれる。こんな形になってます。いいですかね。で、まあ、これ、その下でも同じ性質になってますけども、で、もう一つ、その先ほどの、左上よりのところに対し性質は何かっていうと、これで、この、軌道によってですね、この X という集合が分割されているということになります。先ほどですね、左上よりはこの G を分割していたんですけども、この軌道っていうのはこの X を分割します。ここはですね、ややこしいんですね。ですが、軌道っていうのはこの元になっているこの有限集合、こっちの方を分割します。で、それが次のですね、性質ですね。これですね。ただ、今からこれ、まあ、証明するんですけども、ここに書いてあるものは、ここら辺のですね、集合を先ほどはですね、左上より書いて、だったんですけども、それがですね、ただこの軌道に置き換わっただけというような形の書き方になってます。で、何を示すかっていうと、XX プライムっていう X、ラージ X の素を持ってきたら、X の軌道と X プライムの軌道が交わっているとき、共通部分が空集合でないとき、そのときには、この X の軌道と X プライムの軌道は等しくなりますということです。ですね。で、これ先ほどの、左上よりの時と同じような考察をすると、このことから、この、軌道を全部集めてきた集合っていうのが、X の分割を作る
ってことになるということになります。まあ、このですね、集合のことを、場合によってはですね、先ほどのその左上よりの時の書き方と、同じようにですね、なんか x 割る g と書くこともあるんですけども、ちょっとこれをやるとですね、ややこしくなるので、ちょっとこの記法は、この授業では使わないことにします。ですね。だから、これで、これ、その軌道によって、この x を分化するというふうに思ってください。で、これ先ほどの例です。はじめの方の例では、13と24っていう、2つの道だけが現れている。ちょっと前見ますね。これですね。13というものと24というものだけ現れている。ので、その軌道を全部忘れてきた集合っていうのは、13と24。だからそれによって、この x っていうのは13っていうものと24に分かれていると。っていう形になると。で、下の例、さっき見てみると、これはですね、1、2と3、4。という形の分割を得ていると。で、1、2と3、4。この形になっているということになります。よろしいでしょうか。で、この性質ですね、この分割、これ X っていう集合をこれ分割してるんですけども、で、これがその先ほどのその左上より時の性質に似てるって言ったんだけども、左上より時はですね、こういうふうに分割したら、分割の要素数が必ず等しいということが成り立っていました。しかし、この軌道による分割では成り立ちません。で、これ下見てもらうとわかる通り、この1だけ、2だけっていう部分の、要素数、これ1です。これ1です。だけども、3、4っていう部分、これは要素数がこれ2になっているわけです。要素数が2になっているわけです。ということで、この軌道によって要素数は異なるってことが、この軌道による分割においてはあり得るということはちょっと注意をしてください。いいですか？はい。まあ、この点は、その先ほどの左上類とちょっと違うということになります。はい。ではですね、これ、証明するんですけども、証明の仕方はですね、先ほどの左上よりの時とほぼ同じです。ただ考えている集合が、X、ラージ X の方なので、ちょっとそれにちゃんと合わせて書いていくということになります。じゃあやっていきます。まずこれ仮定しますと。この、X の軌道と X プライムの軌道が交わっているとか仮定します。だからこんなようなんですね。今ですね、これ全体の集合、これはラージ X です。先ほどの左上よりの時はこれ G でした。ですね。それが違うと。だからこれ一つ一つの要素、これは、ラージ X の要素です。いいですか？で、この共通部分のところになんか今要素があると分かってますので、それを今 Y とか書きましょうと。Y としましょうと。で、そうすると、Y っていうのは、この、X の軌道の要素でしたと。で、軌道の定義をもう一回書くと、何だったかっていうと、この、G の置換を π を使って πx として、表現できるもの。ってことになっていたわけです。だから、この y というのは、あるこの g の、時間 π によって πx と表されるわけです。こんな感じですね。で、同じように x プライムの軌道に y が含まれてますから、まあ、別の、時間を取ってきてますけども、g のある時間 π プライムが存在して y イコール π プライム x プライムとかけるということになるわけです。で、まあ、ちょっとこれ図においてはどういうふうに書くかというと、まあ、こういうふうに書くことにしましょうと。これは x に π を施すと y になると。まあ、そういうふうに読んでください。x プライムに π プライムを施すと y になると。こういうふうに読んでください。だからこれ、その図の、読み方が先ほどの左上よりの時と違うので、それを注意してください。いいですかね。これが成り立つと。で、そうすると、何がわかるかっていうと、実は x っていうのは、x プライムに対して、初めに π プライムを適用させて、その後に π のインバースですね、を適用させて、こう、こうという順番に進んでいくと、x プライムから x が得られることがわかります。ですね。で、これはですね、つまり、x プライムに対して、π インバースと π プライムの合成を施しているというふうに見えるわけです。つまり、で、この時に、初めの部分です。この部分は、g が、置換群であるので、その合成も G の要素になってます。ですね。ってことは何かというと、X というのは X プライムに G の置換を施して得られるものになっているわけだから、X は X プライムの軌道の要素であるということがわかるわけです。だから本来は、この円ですね。この円を X を含むように書くべきだったと。で、同じように X プライムも X の軌道に含まれます。だからこのピンクの方ももっと大きくこの X プライムを含むように書かなきゃいけなかったことになります。で、こっちの方ではそれ書いてますね。こんな感じ。で、こういう風でなくてはならなかったってことが、ここまでの話でわかります。ここまでいいでしょうか。ここまでも、割と先ほどの左上よりの時と流れは似てますね。はい。で、今からやるのは、これとこれが等しいってことを言いたいので、両向きの、方眼観。
をやっぱり言いたいということになります。で、右側の照明は左側の照明と似ているので、左側だけやります。つまり、この、X の軌道から一つ任意に要素を持ってきて、それが X プライムの軌道の要素でもあるってことを言うと。じゃあ、まずこの X の軌道から一つ要素を持ってきましょう。それを Z とします。Z とします。持ってきます。で、そうすると、これは X の軌道に含まれているわけだから、X にある G の、置換を施して、Z が得られるということになっているわけです。じゃあ、その置換をローとしましょう。つまり、Z イコールロー X となるような G の置換ローが存在します。いいですね。で、そうすると、このですね、ローっていう置換の存在から、X プライムから、この π プライムと π のインバース、ローを、施すことによって Z が得られるということがわかります。いいですね。だからこの Z は X プライムに π プライム、π インバース、ローを順番に適用することで得られると。ということになりますから、で、ここで今、ローと π インバースと π プライムというのはどれも G の要素ですから、その合成も G の要素であるということがわかります。G は置換群ですからね。つまり、Z は X プライムにある G の置換を施して得られるものなので、Z というのは X プライムの軌道の要素ですということになります。つまり、この方眼関係言えましたということになります。この従ってないと、これ、同じこと書いてるのはちょっと上々ですけども、まあ、言ってくることが正しい。だから、この方眼関係言えましたということになります。で、これ、左側が分かりました。で、同じように右側も証明できます。ということで、この2つから、これ考えている2つの軌道は等しいですよということが分かったということになります。よろしいですか？はい。で、これでその軌道によって分割ができるということが分かった。X が分割できるということが分かったということになります。はい。で、この軌道がですね、次回、対称性を考慮した数え上げを行うときに非常に重要な役割を果たすということになります。はい。ではですね、この軌道とですね、並んで重要な役割を果たす固定部分群というものを紹介します。で、これはですね、何かというと、またこう置換群があります。G ですね。で、これがまたこの有限集合 X 上の置換群になるとします。で、このときに、要素 X の固定部分群という言い方をします。で、これはですね、ここに書いてあるのは集合です。で、これ何かというと、これはですね、この G の置換をいくつか集めてくるんですけども、どういう置換かっていうと、πx が x になるような置換の集合です。だから、x を動かさないような置換をすべて集めてきたものが、この固定部分群です。で、まあ、このスタブって書いてあるのは何でかっていうと、この固定部分群のことをですね、スタビライザーと呼んだりするからです。このスタブの部分ですね。でも、それを取ってきたと思ってください。まあ、それ別名の固定化部分群とか安定化部分群とも呼ばれたりしますけども、まあ、ここでは固定部分群ということにします。はい。ですね。だから今言ったように、X を動かさない置換。はい、インジの集合というふうに、まあ、見えると。まあ、そういうことですね。日本語で書くと。で、じゃあ、今、こう、下に例があります。二面体群、T8 を考えます。で、この時、X っていうのは、1234です。ですね。じゃあ、今、じゃあ、スタブ、G、G って書くと、G が何だか分からないので、D8 ですね。D8、D8、1、これ何でしょうっていうことを考えると、1を動かさない置換なので、この中で言うと、これとですね、これですね。この二つですね。この二つからなる、集合っていうのが、このスタブ D8 の1という形になるということになります。こっちが別なんだな。あ、そうですね。これはそうですね。すいません。今、これを書きたかったので、ちょっと待ってください。これはコピーできるかな？コピーできるかな？ちょっとコピーしてみようかな。コピーできるかな？コピーできるかな？これコピーできないんだろうな、多分な。複製するとこれ、ここで複製されるんですよね。これをね、次のページにコピーするってことはできないんですよね。ちょっと私の技量では。できない。まあそうですね。だからもう一度言いますと、じゃあもう一度書けばいいね。書きますと、スタブ D8 の1っていうのが、この2つの置換からなる集合になるということになります。一方でですね、別のもの。例えば、スタブ D8 の4ですね。っていうのを持ってくると、これはまた2つの、集合、これとこれですね。で、できるという形になります。
いいですか？こんな形になります。こんな感じで、すべての、X の要素に対して、この固定部分群というのが考えられるという形になります。よろしいでしょうか。でですね、固定部分群についてはですね、何が、なぜ重要なことかというと、今ですね、この定義において、このスタブ GX というのは、まあ、G の部分集合だってことがわかります。なんでかっていうと、それは G の要素を集めてきてるから。だけども、名前にすごい部分群って入ってるんですね。で、この定理だけから、これがその、G の部分群であるかどうかってことは、まあ、定かではないわけです。だけども、実際、この名前が、示すように、この固定部分群というのは確かに G の部分群になります。はい。で、これを今から、証明しましょうと。なります。ですね。固定部分群、スタブ GX というのは必ず G の部分群になります。必ず G の部分群になります。ですね。例えばですね、この二つからなる、集合っていうのを、先ほどそのスタブ D8 の位置として取ってきたんですけども、これとこれですね。これは、ちゃんとこの G の部分群になってます。まあ、だから、初めのもの、これはですね、これ高等値感なんですね。で、もう一つの方じゃ、これ π と置くと、これどうなってるかっていうと、これ π インバースがですね、π と等しい。で、そういう、性質を持つような、値感になってます。ということで、まあ、確かに、この、スタブ D8 と1っていうのが G の部分群だってことがわかるということになります。で、これはですね、どんな群、どんな要素を持ってきても成り立つことになります。はい。ではですね、これ証明をしてきたんですけども、前回ですね、最後にこの、ある、その G の部分集合が G の部分群であるための必要十分条件っていうのを紹介しました。で、それを使いましょう。それ何だったかっていうと、この H っていう G の部分集合が、まず、そもそも空集合じゃない場合、で、ないものが G の部分群であるための必要十分条件は、H の任意の値観、π と ρ に対して、π インバース ρ が H に入っているということですね。ただ、これを、この右側の条件を確認すればよいということになります。で、一方でですね、この条件を使うためには、H 自体がまず空集合であってはいけないので、この今、部分群であることを証明したい、スタブ GX がそもそもまず、空集合ではないということを証明しましょう。で、それはですね、割と簡単で何でかっていうと、必ずですね、高等値観がこれに含まれるからです。今、この一番下に固定部分群の定義書いてあります。で、高等値観考えます。そうすると、この高等値観っていうのは、今、これ、高等値観ですけど、いいですけども、EX のこれ必ず X です。高等値観ですから。だから、この E というのは必ず、このスタブ X に、の要素として含まれているということになります。つまり、このスタブ GX というのは、空集合になり得ない。必ず高等値観を含むから。ですね。で、そもそもその G ももともと、値観群ですから、E をちゃんと持っているということになります。で、これで、まず空集合ではないことが分かりました。ではですね、この右側の、条件確認しましょう。つまり、この π と ρ っていうのが、このスタブ GX、固定部分群要素であるときに、π インバース ρ もそうだってことを言いましょう。ですね。じゃあ、まずですね、π ρ を、スタブ GX の要素だとすると、スタブ GX の定義から、πx は x だって、ρx は x です。π も ρ も x を動かさないということになります。よろしいでしょうか。つまり、特に、πx と ρx は等しいです。いいですか？ではですね、今じゃこの π マイナス、π インバースローっていうのが、スタブ x の要素であることを言いたいんだけども、そのためには、π インバースローっていうのが x を動かさないってことを言えばいいわけです。じゃあそれを言うために、π インバースローに x を施しましょうと。逆ですね。x に π インバースローを施しましょうと。そうすると、定義から π インバースロー x になります。で、上で言ったように、ロー x っていうのは πx に等しいですから、それを置き換えます。この部分です。置き換えます。ですね。これを使いましたと、ね。そうすると、残ってるのはこれ π インバース πx ですから、これは逆値観の定義から x になると。つまり、π インバースローっていうのは x を動かさないということが分かったと。つまり、π インバースローはスタブ G の要素です。ということで結論、欲しいものが得られました。ということで証明が終わるということになります。つまり、固定部分群は確かに G の部分群です。ということがこれで言えるわけです。よろしいでしょうか。いいですか。で、ですね。まあ、この固定部分群っていうのも、この次回ですね。
これは使わないかな。これは事件使わないかな。今から紹介する、バーンサイドの誤題を証明するときにこれを使っていきます。で、それはですね、どうやって証明するのかっていうとですね、で、そのバーンサイドの、バーンサイドの誤題っていうのは次回、あれですね、対称性を考慮した数え上げを考えるときによく使うんですけども、その中、それを、考えるときにですね、もう一個ちょっと重要な定理があって、この軌道固定分、軌道固定部分群定理っていうのがあります。で、これはですね、割とこの、置換群とかですね、有限群っていうのを扱うときによく出てくる定理で、これはですね、非常に重要な定理というか、であります。で、これをですね、今から、まず、紹介します。で、まあ、それを使って最後に、このバーンサイドの補題という次回、対称性を考慮した数え上げを考えるときによく使う、性質を証明するという流れになってます。ではですね、この軌道固定部分群定理というのをそのまま述べます。で、これはですね、見た目は割と簡単です。これで、この見た目で簡単って言うと怒られるかもしれませんけども、まずやっていきます。先ほどと同じように有限集合 X 上の置換群 G というのがあるとします。で、まあ、何でもいいので、任意の要素スモール X を一つ持ってきます。何でもいいです。任意の要素スモール X。そうすると、ここに書いた通り、G の位数というのは、実は、X の軌道の要素数と X の固定部分群の要素数の積になります。ということです。だから、軌道固定部分群定理と言っているのが、この点すらなんか意味があるように思えてきますよね。これ、英語ではこれ点じゃなくって、ハイフンで書くんで、このようなちょっと日本語で言ってるような、話はできないんですけども、まあ、いずれにせよ、G の位数っていうのは、X の軌道の要素数と、X の固定部分群の要素数の積になると。ですね。もう一度定義を書いておくと、軌道の方はどういう定義だったかっていうと、これは、軌道がどういう定義だったかっていうと、πx ですね。x が、π で動いた先を全部集めてきたものですね。でいいですね。で、スタブ gx っていうのは何だったかっていうと、これは、置換を集めてくるんだけども、どういう置換だったかっていうと、πx で動かない。x が動かない。そういうものを集めていく感じですね。で、x の方は、軌道の方は x の部分集合で、固定部分群の方は g の部分集合、特に部分群だったということです。はい。で、今ここに例があります。今これは先ほどと同じようにですね、D8 という、二面体群を考えてるんですけども、今ここに書いてある二つですね。これ何だったかっていうと、これスタブ1です。で、2ですね。要素数2です。で、今じゃあここの今 X で1考えてますから、1の軌道を考えましょうと。で、1が移る先っていうのはどこになり得るかっていうと、1が移る先、1になり得る、2になり得る、3になり得る、4になり得るってことで、すべての要素が1の移る先になり得るので、1の軌道っていうのは1、2、3、4になります。これは要素数4になります。ということは、上の、定理を、信じると、G の要素数っていうのは、4×2 になると。これ8ですね。で、確かに、この群、要素数8になっているということですね。だからですね、なんだろう、巨大な群があってですね、そのなんか位数を求めることっていうのは割と難しいかもしれないんですけども、これを使うとですね、ある X の軌道の予素数と固定部分群の予素数が分かれば、もうそれで十分だという。それでこの G の位数分かってしまうということになるんですよね。便利ですね。まあそこが便利かどうかってことを、あまりこの授業で味わうことはできないかもしれませんけども、まあこれよく使われる定理です。で、今これ証明していきます。で、証明はですね、今まで使って、用意してきた道具をほぼ全て使います。まあ、ほぼ全て、あんまり使わないかもしれない。いろんな道具を使います。ラグランジュの定理を使います。で、どうするか。で、証明の方針を言います。で、これを言います。方針は何かっていうと、この全体の、この g 割るスタブ gx から ob gx への、で、全端子を作ります。で、これを今から作ります。で、まずですね、この固定部分群は g の部分群でしたから、このような、この左上葉類の集合っていうのを、まず定義できます。これを定義するために、そもそも、このスタブ gx というのが g の部分群であるという性質が必要です。ですか？それが先ほど前にやったことになります。で、それに対して、この、全端子が構成できると何がいいのかっていうと、これによって、g 割るスタブ
GX の要素数と、オーブ GX の要素数が等しいでいうとわかります。いいですか？で、一方ですね、ラグランジュの定義の時でやったことの K から、この G 割るスタブ GX の要素数っていうのは、G の要素数割るスタブ GX の要素数に等しいわけです。いいですか？ってことは、この分母をですね、払ってあげると、ここから G の要素数は、ちょっとこれ何だかわからない。よってです。よって G の要素数は、オーブ GX の要素数かける、スタブ GX の要素数となるということがわかるわけです。で、これ欲しいものですね。ですか？で、こんな感じになります。でですね、初回にですね、数え上げによる証明を行うときに、こういう割り算は扱いにくいですよってことをちょっと言ったんですけども、実はですね、この群とか、機関群とか、有限群を考えるときには、このような割り算を考えるとうまくいくっていう場合が案外あったりします。で、これはですね、このその、いわゆるその対称性を考えるときっていう、ものにこれ特有の話なんですけども、そういう時にはですね、この割り算を使うっていう方法論が、実はうまくいく場合があって、ここはまあそういうものの一つの応用例、まあ、例をここで考えるということになります。で、その時にはちゃんとこの割ってるものですね、こっち側がちゃんと部分群になっているということが非常に重要で、それによって先ほど言っていた、このラグランジュの定理の形、これ、まあ、ラグランジュの定理です。の K。K が証明の K ですけども、証明の K ですけども、を使うことができるという形になって非常に嬉しいということになります。で、まあ、今からやるのは、この全端者を構成することです。で、これは、それ、まあ、構成して、それが確かに全端者であるということを証明します。で、この構成は割と自然です。それはですね、この、左上葉類の集合と、この軌道の定義を見るとわかるということになります。で、それをこういうふうに見ましょうと。今ですね、こういう、その作動をこの、ファイトするんですけども、どうするかっていうと、じゃあまずそもそもですね、この G をスタブ GX で割ったもの、これはどういう定義だったかってことを書きましょうと。で、まあ、じゃあ、これ G を H で割ったもの、これ何だったかっていうと、これは πH の集合で、π は、G の要素です。こんな感じだったと。いいですかね。で、つまり、G を、あ、すいません。間違ってる。間違ってる。すいません。いろんなことが間違ってる。すいません。いろんなことが間違ってるんで、ちょっと待ってくださいね。合ってますよね。合ってますね。すいません。合ってます。すいません。これは πH で、π が G です。だから、スタブ GX は OH だと思うと、これは π スタブ GX で、π が G の要素だと。こんな感じになってると。で、一方ですね、軌道は何だったかっていうと、これ書きますね。軌道は何だったかっていうと、ちょっと場所が足りないんで、ちょっとずらしますね。ずらすというのがですね、できるようになって、私はもう黒板を使えなくなってしまったと。この、軌道っていうのは、これは πx ですね。で、π が g の要素。こんな感じでしたね。そうすると、この二つのですね、定義を見比べると、もう非常に似ていて、この π を G の、ところから選ぶっていうところが同じなんですね。で、それを使って何を集めるのかっていう部分が違うっていうふうになってるわけです。で、そこはなんかここのもう見え方がですね、非常に似てるんですよね。だからそれを使ってですね、ここの、この左側から右への写像っていうのをこう作ってあげるということをしています。つまりですね、この π スタブ GX というのが、この G 割るスタブ GX の要素なんですけども、それをですね、この φ によって πx に移しましょうと。これに移しましょうと。同じ π を使って πx に移しましょうと。こういうふうにします。ですかね。で、これが全端数です。この φ が。で、ここはですね、これイメージ図です。イメージ図。で、どういうイメージ図かっていうと、今ですね、この G っていうのは、この G 割るスタブ GX によって、これ分割されています。こんな感じで。これ分割されていると言いました。で、この一つ一つに対して、なんかこのオーブ GX の要素が対応してるわけですね。こんな感じで。対応することになります。で、それは、この π スタブ GX に対して πx が対応する。別の置換、シグマスタブ GX に対してシグマ x が対応する。こんな感じになっているということです。
こんな感じになっていると。で、これが、このファイが全端者であることを証明するために、このファイの逆写像を作ります。で、それをまたプサイと書きましょうと。で、これはもうこの書き方から、作り方は非常に素直にできて、πx を π サブ gx に移すような写像がプサイになります。それがこれですね。πx を π スタブ gx に移すような写像、プサイと考えると、それが x の軌道から gy スタブ gx への写像になっています。で、そうすると、まあ、これは簡単なんですけども、この π と、φ と ψ のか、あの、合成っていうのが、どちらの場合も必ず、自分自身に移しましょうとなります。ちょっとこれ、ちゃんとや、書いてないからやりますと、この π スタブ gx をまず φ で移して、ψ で移すことをやると、まず φ で移すと、前のページであったように、π スタブ gx は、πx に移りますと。で、πx を ψ に移すとどうなるかっていうと、π スタブ gx なと。こうなるとですね。じゃあ一方で、φ、ψ、πx。で、この πx を ψ に移すとどうなるかっていうと、こうですね。π スタブ gx になります。じゃあ、φ を π スタブ gx に移すとどうなるかっていうと、これは、ここに書いてはありませんが、これは πx になると。これ前のページであった φ の定義です。ということで、πx が確かに φx にするということがわかると。ということで、この二つから確かに ψ っていうのは φ の逆写像だということが分かって、逆写像を持つことが全端者であるために必要十分条件でしたから、φ は全端者であるということが分かるということになります。いいですか？ということで、従って、この公式ですね。この、g スタブ g、g 割るスタブ gx と o ブ gx の間に全端者がありますから、その2つの集合の予想数は等しいと。で、ここの部分、これラグランジの定理ですね。ラグランジの定理から、それが、この g の要素数をスタブ gx の要素で割ったものに等しいということになって結論が得られましたと。証明終わりと。ということになります。よろしいですか？だからこれもその全端者による証明で、数が合うということを言ってるということになります。よろしいでしょうか。ではですね、最後。これが、今日というか、次回につながっていく内容になって、バーンサイドの補題になります。で、バーンサイドの補題、まだ何だか言ってませんけども、このバーンサイドの補題の証明の中で、この軌道固定分定理と、あと軌道がですね、その x の分割を与えるっていう、その二つを使っていきます。はい。一応ですね、その、ちょ、ちょ、えっと、あれ言うと、軌道固定部分群定理の中では、固定部分群がちゃんと部分群であるってことと、このラグランジの定理を使っているという形になっていますね。だからそういう流れで一応進んでいって、最後、バーンサイドの補題が今から証明していきます。で、バーンサイドの補題を述べるためには、もう一つ、概念が必要です。で、それがですね、不動点集合です。この状況、設定は変わらないです。有限集合 X があって、X 上の置換群 G があります。で、まあ、置換 π を一つ固定します。何でもいいです。リングも持ってきます。G から持ってきます。で、この X における π の不動点集合といったら何かと。で、まあ、それを、fixed π と書くことにします。不動点っていうのは、ね、fixed point っていうふうによく言ったりするんですけども、だからこの、まあ、この fixed っていうのを取ってきたと。G ですね、これ。fixed っていうのを取ってきたと思ってください。で、この π の不動点です。それ何かというと、π によって動かない x の要素です。いいですか？だからこれその、こっち、この π が この主役になってるってことに気をつけてください。先ほどですね、スタブ gx となりました。で、これは、π を集めてくる、なんだっけ、置換を集めてくるんだけども、πx が、ちょっと π っていう字がちょっと汚いんで、書き直すと。πx 集めるんだけども、π を集めるんですけども、それがこの πx イコール x であるようなものですね。ですね。だからその、先ほどの固定部分群では、x を固定して x に対して πx イコール x に満たすような π を集めると言ったんですけども、今度は π を固定して πx イコール x を満たすような x を集めてくる。ということになりますね。いいですか？なんかその役割が変わってますので注意をしてください。はい。で、これ先ほどの例ですけども、あ、だからこれ自身はまずその large x の分集合です。先ほどのこの、固定分群は g の分集合ですね。ですね。で、これ先ほどの、これ、t8、二面体群の例ですけども、例えば、これですね。これを π としましょう。まあ、これは今、口頭置換ですけども。で、そうすると、fix π っていうのはどうなるかっていうと、これは、すべての要素が、
同じものに移ってますから、これは1、2、3、4です。すべての要素が動かない。ね、じゃあ別に、じゃこれですね。これ持ってきましょう。これを π だとしましょうと。で、そうすると、その時の、フィクス π っていうのは、フィクス。書けない。ちゃんと書きますね。もう一回。フィクス π っていうのが何なのかというふうに考えると、これは1、3になります。1と3が、固定されていると。ではですね、この右上の、この、置換を π としましょうと。で、こうすると、この場合、フィクス π っていうのは、どの要素も、固定されてないので、これは空集になると。こんな感じですね。で、こんな感じでこのフィックスパイっていうのが作られるという形になります。ですね。一つ、置換を決めると、その不動点集合っていうのが決まるということになります。よろしいでしょうか。ですか。でですね、今から行うこのバーンサイドの課題の中では、何に注目するかっていうと、このですね、フィックスパイの要素数です。今、例えばこの一番左のこの高等置換の場合には、これフィックスパイの要素数っていうのは、これが4になります。一方ですね、この一番右上のもの、この場合はこれフィクスパイの予想数というのはこれ0になります。こんな感じですね。で、こんな感じでですね、フィクスパイの予想数というのは、まあ、そのパイによって変わってくるわけです。変わってくるんですけども、実はですね、っていうのが次のバーンサイドの答えです。で、それがこれです。今ですね、このすべてのパイについて、この固定点集合の予想数、つまりその、まあ、固定点といって、この固定点の数を全部出します。で、それを G の位数で割ります。で、そうすると、これが出られます。これ、さっきも何かっていうと、これは軌道の総数です。これ X によって軌道っていうのは割り得るんですけども、その軌道の総数になります。ですね。で、軌道、だから、このバーンサイドの答えが何かっていうと、軌道の総数っていうのは、固定点の数の平均です。こっち側に言ってるのは、これ、右辺が言ってるのは、これ、固定点の数の平均です。平均ってどういう意味かっていうと、すべての置換に対して固定点の数を足し合わせて、それを、G のロスト数で割ってる。だから、例えばですね、置換っていうのを、この G という置換群からランダムに持ってくると、一応分布に従って持ってくると。で、そうすると、その一応分布に従って持ってきた置換に対して、その固定点の数っていうのが決まります。で、その平均がこれです。これです。固定点の数の平均が軌道の総数と等しいですよ、というのが、このバーンサイドの答えです。でですね、次回やるのはですね、実はその対称性を考慮した数え上げであるのは、この軌道の総数の数え上げになります、実際は。それはまたちょっと次回ちゃんと言うんですけども。で、それがですね、この固定点の数を数えることによってできますよっていうのが次回だろうと思っていることです。はい。で、それはまあ次回の話なんですけども、とりあえず、じゃあまずこれがですね、どういうことになったことを例で見ましょうと。これ先ほどの例です。D8 っていう二面体分ですね。で、この位数は8です。だからこの分数の分、これ8分のになります。じゃあ、今これ、じゃあこれ、軌道の総数、これ何でしょうと見ますと、例えばですね、O of G、G じゃないね、この場合は。D8 の1っていうのを見ると、これだから1の行き先です。で、1はさっき言ったみたいに1にも行けるし、2にも行けるし、3にも行けるし、3にも行けるし、4にも行けるので、この、O of D8 の1ってのはこれ、1、2、3、4です。ですね。で、軌道っていうのは、この X を分割するというふうに言っていましたので、で、この場合 X っていうのは、この1、2、3、4と等しいわけです。つまり、この、D8 という群において、この軌道の総数っていうのは1になります。これだけじゃないです。だからこの左辺は1です。いいですか？だから何を言ってるかっていうと、1についても1、2、3、4出てくるし、2の軌道も1、2、3、4だし、3の軌道も1、2、3、4だし、4の軌道も1、2、3、4です。まあ、それはこれで確認できます。ですね。だからその軌道の種類として出てくるものはこれ1個しかありません。じゃ一方で、こっちの方を計算しましょうと。で、そうすると、この各置換に対して、その固定点の数、計算できます。で、それ書くと、4、0、0、0、2、0、2、0になります。それはですね、見ればわかります。ね、いいですね。で、それらを足して8で割る。
8で割ることをすると、これ確か1になると。いいですか。だからこの例では、ちゃんとここに書いてある等式成り立つということがわかります。で、これがですね、どんな置換群でも成り立つっていうのが、今から証明したいバーンサイドの答えになります。で、これを残り10分でやろうと思います。はい、いいでしょうか。でですね、まずですね、初めのステップなんですけども、次の数を2通りの異なる方法で数えるってことをします。で、これはですね、まあ、2通りの異なる方法で数えるって言ってるんで、これ二重の数え上げ入証明ということになります。まあ、これは初回にやった証明法ですね。で、何を数えるのかというと、これです。で、これをちゃんと理解する必要があるので、それを3分ぐらいかけてやりましょうと。これ何かというと、X と G の対です。あ、違う、X と π の対です。で、X はラージ X の要素。で、π は G の要素、つまり置換です。ですね。で、どういうものを、だからこういう対の中でどういうものを数えるかっていうと、πx イコール x なるものを数えると。で、これ、イメージがわからないかもしれないので、これちょっとイメージ図です。イメージ図というか、まあ、これは例ですけども、何かっていうと、これは、行、これ、これは表なんですけども、行の方には large x の要素を並べていると。で、列の方には large g の要素を並べています。いいですか？ですか？で、この丸がついてるのはどこかっていうと、例えばここ丸がついてますね。ここ丸がついてますね。何かっていうと、これを π だとすると、π2 イコール2っていうのを満たしますよと。つまり、ここに書いてある条件を満たしますよということになります。っていうところに丸をつけてます。で、そうすると何かっていうと、この例の場合は、ここの、つまりこの πx イコール x を満たす xπ の対の数っていうのは、ここに書かれている丸の数です。だからこの例の場合、これ8になります。いいですか。で、これを2つの違う方法で数えるってことをやります。で、どうするかっていうと、初めにやるのはですね、この各行を見てください。各行を見る。そしたらここ。これ何なのかっていうと、これはですね、これは今これ x を1としてるわけです。ですね。何かっていうと、π1 イコール1を満たす π の数。G に含まれる π の数がここに書かれている丸の数です。で、これはですね、取りも直さず何なのかっていうと、これは、スタブ G1 の要素数です。これがこのスタブ G の定義でした。いいですか？ちょっとスタブ G の定義をここに書いておくと、スタブ GX っていうのは何だったかっていうと、π の、集合で πx イコール x な、こういうものですね。ですね。という形で、同じように考えると、その各行を見ると、スタブ G1 の要素数、スタブ G2 の要素数、スタブ G3 の要素数、スタブ G4 の要素数ってのが出てくるわけです。つまり、これらをですね、全部足すと、これ全部足すと何が出てくるかっていうと、X を取ってきたときのスタブ G の要素数、X の要素数を足したものが全部出てくると。だからこれがそうだというふうに言ったわけですね。スタブ G、スモール X の要素数になるということがここでわかります。で、一方でですね、縦に注目して、同じことやってみましょう。します。縦に注目して、縦に注目して、ではですね、ここを見てみると。そうすると、ここに書いてある丸の数は何なのかっていうと、この、置換 π を固定したら、要は πx イコール x を満たす x の総数になるわけです。いいですか。で、これは取りも直さず、オーブ GX の素数なわけです。なんでかっていうと、オーブ GX の、定義をもう一回書いてみると、これは X を集めるんだけども、YX イコール X を満たすものですね。こういうことでした。ですね。ってことは、何なのかというと、ここに、この各列に書かれている、各列に書かれている、この、なんだっけ、丸の数っていうのは、このオーブ G
になるわけです。で、それをすべて足し合わせると、この表の中にある丸の数になるので、それは、つまり、消しますと。それはつまりですね、どうなるかっていうと、すべての置換に対して、オーブ、G、パイを足したものと、こういうふうになるわけです。いいですか？つまり、これをですね、二通りの異なる数え方で数えたことによって、この二つの量が等しいということがわかります。よろしいですか？これをちゃんと書いたのは次のページです。こうですね。今やったのは、先にやったのはこっちの方ですね。X を一つ決めると、その X に対して、πx イコール x となるものっていうのが、スタブ gx の予想になると。で、π を決めると、その π に対して、πx イコール x となるものの予想数がフィックス π の予想数になると。で、それは同じものを、2通りの数で稼いでることになるので、この和が等しいということになる。ということなわけですね。いいですか？で、まずこれを、示しました。ですね。で、示したかった、本当に示したかったのは何だったかっていうと、この左辺を、これで割ったものですね。G の数で割ったもの。これが、移動の総数であるということを示したかったので、まあ、これ両辺、これ G の2数で割ってみましょう。で、その前に、ってやるんだけども、その前に、まず、この軌道、軌道、軌道、いない、軌道、固定分群群定理を使うと、G の一数っていうのは、この、軌道の予想数と固定分群の予想数をかけたものになるということでした。ので、先ほどのこの右辺ですね。この右辺のこの部分もそれで書き換えましょうと。ね。そうするとこうなると。わかります。この G の一数は、このシグマに関係ないから前に出せると。で、そうすると、これ全体を、この G の一数で割ったものっていうのはここを書けまして、つまりこれになると。ですね。これがこれになる。で、目標は何かっていうと、これが、その、軌道の総数に等しいってことをいうことです。これが最後のステップになります。X イン X ですね。これを今から示す。で、これが示すことができれば、バーンサイドの答えの証明が終わるということになります。じゃあ、それをやっていきましょう。で、その時に、軌道分割、軌道による分割を使います。ですね。今ですね、この X が軌道により分割されるってことが、を知ってました。つまりですね、ラージ X のある要素、X1 から XK を使って、X というのは、X1 の軌道、X2 の軌道、XK の軌道っていう形で、こう分割できると。ことですね。で、そうすると、何が言えるかっていうと、今ですね、この量をすべての、スモール X について足し合わせてるんだけども、それは、今この分割においてはですね、このスモール x っていうのは、このどこかの軌道の1個にしか現れてませんから、それはですね、各、i を1から k まで動かして、その各軌道を見ていきます。で、その軌道をオーブ gxi に含まれる x を見て、その x に対するこのオーブ gx 分の1を足してあげると。で、ちなみに、何かというと、この x が OVGXI の軌道に含まれているとき、この OVGX は、この OVGXI と等しいわけです。集合としてですね。だからこの等式に成り立ちます。で、そうすると、ここの部分っていうのは、OVGXI の要素数分の1を OVGXI 分の要素数解だけ出してますから、この部分の和というのは、これは1になります。だからこれここですね。ですか？そうすると、これは1を k から足しますから、これ k になります。で、k っていうのは、ここにある通り、x を、その軌道で分解した時の、軌道の数なわけです。つまり、これは、軌道の総数と等しいということになりまして、証明が終わるということになります。これで、バーンサイドの答えが証明できました。いいでしょうか。一応ですね、バーンサイドの答えっていうのを今証明したんですけども、バーンサイドの答えは実はですね、バーンサイドの数え上げ答えとか、コーシー・フロベニスの定理とかですね、バーンサイドのものではない答えとかですね、そんな風な名前、いろんな名前で呼ばれることがあります。一応ですね、このバーンサイドの答えっていうのは、聞くところによると、そのバーンサイドの答え、バーンサイドの本に、書いてあって、そこでは、フロベニスがこれを証明したっていうふうに書いてあるそうです。ただし、そのフロベニウスよりも前にコーシーも同じことを知っていたってことで、まあ、そのコーシー、フロベニウスの定理っていうふうに呼ばれることもあるそうです。
という意味で、まあ、そのバーンサイドのものではない砲台というふうにも呼ばれることがあるということだそうです。まあですね、まあ、一応、まあ、ここに、写真と絵を出しておきました。まあ、このバーンサイド公式フロリニス、どの人も、高名な数学者ですね。ということになっております。ご紹介します。はい。では、最後、まとめをします。今日はですね、いろんな概念といろんな証明を行ってきました。で、まあ、特にその数え上げによる証明っていうのをよく行ってきましたので、まあ、こういう証明の仕方もあるんだなってことを、まあ、感じていただいて、実際に皆さん、これ、再現できるようになると、いろんな証明力、身につくんじゃないかなと思います。で、それで最後にやった、このバーンサイドの答えが、近い対称性を考慮した数え上げで重要な役割を果たすということになります。はい。では、今日の授業はここで終わりになります。ありがとうございました。